大谷翔平日本人初の本塁打王は決定的6本差で2位のロベルトジュニアが IL 入り3位のガルシアは不発ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平投手の日本人初本塁打王獲得が決定的となったア・リーグトップの44本をマークした大谷はすでに右肘手術を受けて今期の戦いを終えたが38本塁打で2位につけていたルイス・ロベルトジュニア外野手ホワイトソックスが26日 日日本時間27日左膝内側側副靭帯の軽い損傷で10日間の負傷者リストに入った24日同25日の試合で走塁の際に同箇所を痛めていた大谷とは6本差だったがこれでシーズン終了となった3位のホセ・アドリス・ガルシアガイアシュレンジャーズはこの日のエンゼルス戦で3打数無安打大谷とは7本差の37本塁打で 残りは5試合。4位アーロン・ジャッジ外野手、ヤンキースも、この日のブルージェイズ戦は欠場し、35本のままストップしている。残りは5試合。メジャーの連続本塁打の記録では、1968年にフランク・ハワード、セネタース、現レンジャーズが5戦連続で計8本塁打をマークしたことがあるが、ライバルが同じようなハイペースでアーチを量産しない限り、 大谷のタイトル獲得は揺るぎないネット上で日本人ファンの反応は日本人がメジャーで本塁打王を取るなんて歴史的快挙ですね来年は大谷もジャッジもロベルトも怪我なく1年間フルで活躍しその中で大谷が本塁打王を取る姿を見たいですレンジャーズのガルシア選手がまだ不気味ジャッジ選手も相手が真ん中に投げてくれる可能性があるので最後まで安心はできない 大谷選手の性格からすると今年ホームラン王をとってもおそらく嬉しくないんじゃないかな怪我なくフルシーズンを過ごし50本以上打てたら満足だったかもしれないけど途中離脱で結果的にホームラン王になったというのは本人は受け入れないでしょうねそんな中大谷翔平の MVP に待ったの声が WBC 米国監督マーク・デローサ氏が反論彼のせいではないというかもしれないがエンゼルスは低迷している エンゼルスの大谷翔平投手は右ひじの手術のため今季終了となったが MVP 争いではまだシーズン途中ながら受賞確実という風潮も出てきているそんな中3月に行われた WBC で米国代表を率いたマーク・デローサ氏が「翔平大谷は寝そべって MVP を獲得すべきじゃない」と意義を唱えているデローサ氏は米スポーツ局 MLB ネットワークの番組「MLB セントラル」に出演 MVP の議論を最高の成績イコール MVP という考え方は違うと思う皆さんはエンゼルスでプレーしているから彼のせいではないというかもしれないがチームは低迷していると持論を展開しているさらには翔平大谷は寝そべって MVP を獲得すべきじゃないもちろん怪我は過失で起きてしまったことではないと右ひじの故障で今季終了となったことにも言及 純粋な成績を評価するためにハンク・アーロン賞やサイ・ヤング賞やその他の賞があるんだと MVP 確定という風潮に異議を唱えているこれには日米ファンから SNS 上で大きな反響が上がっている MVP は個人タイトルでしょそして強いチームであればもっと勝てたしチャンスが増えるため打点が稼げたし勝負も増えるため本塁打も増えたと予想できる。 チームを勝たせるのが MVP ならしっかりそう定義するべきでしょう二刀流の難しさが軽視されてるそれは大谷ができてしまってるからなんだけど特に投手の成績がなかったことにされてない怪我をして試合に出てないことを寝そべってるというならシーズン序盤で寝そべっていたシーガーの方が寝そべってた期間は大谷よりも長い。 序盤からフル回転の活躍で野球人気を盛り返したが終盤に寝そべることとなった選手の方が貢献度は高いだろう投手に関して言えば強いチームの方がはるかに勝ちやすいし逆に弱いチームでは勝つのは難しくなる現に大谷さんの黒星の中には打線の援護があれば勝てた試合も何個かはあったと思うその意味での大谷さんの10勝と他チームのピッチャーの10勝を同じと思っては困る WBC 優勝以降普段から大谷をリスペクトし「最高の選手だ」と公言していたデローサからこんな発言が出たのは個人的には衝撃的だった結局は個人成績はチーム成績に影響しないのにこういった発言が出てしまうのは大谷が弱くローカルなチームで好成績を残しているからだと思う今のチームで孤軍奮闘は際立つ存在ではあるがこんな発言は必ず存在する。 チームがダメだからここまで酷使して頑張った結果取り返しのつかない怪我につながってしまった言いたいことはわかるがこんなに弱いエンジェルスの中でこんなに頑張った大谷選手に MVP をあげてほしい大谷は MLB で称賛されていると思うがデローサの意見はアメリカ人としての本音の一つなんだと思うでも寝そべってっていう表現はひどい一昨年も負け越したエンジェルスに在籍しながら満票で MVP を獲得した。 WBC でで負けた悔ししさを晴らそうとしているのでは WBC 以前のデローサ氏はしばしば大谷選手を番組内で絶賛していただけにこの手のひら返しは残念主力が次々と怪我で脱落する中で肘がぶっ壊れるまで投げて打席に立ち続けてチームを支えてきたはずその時までは唯一無二とか MVP とか言ってたのに今頃になってチームが低迷してるからって差別主義者じゃないの 言うに事と書いて寝そべってってチームに故障者続出でそれを補うために頑張ってあげくに手術が必要な怪我につながってしまってチームが低迷しているとはいえこんな言われ方って虚しいねやはり大谷ファンからは抗議の声が多くあるようですこれまで大谷選手を絶賛してきたデローサ氏大谷ファンとしては残念な気持ちになりますね。皆さんはどうう思われますでしょうかぜひ コメント欄にご意見をお寄せください。